はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。本日はですね、とても素晴らしいコメントをいただいたので、ちょっと皆さんに、紹介していきたいなというふうに思うんですけど、松井塾長、ついに寝とうよと言っていただきました。ありがとう、ありがとう。今日から僕も寝とうよです。はい、ということなんですが、一つ気になることは私はあります。頼むからリベラルの仲間にしないでって。はい、リベラルの仲間にね、しないでほしいんですよね、はっきり言うと。はい、もちろんね、教科書に書かれている通りに授業をせざるを得ないというところはどうしてもあるので、そういうところに関してはそういうふうに、まあ、教科書上に書かれてるからね。はい、まあ、点数を取るためにはやむを得ずその授業をしなければならんということは当然あるんですが、はっきり言いますが、リベラルの仲間にしないでください。はい、理由は簡単です。はい、過去今のというふうに言ってます。はい、今のっていうふうに言ってます。はい、正直言うとですね、今のリベラルの人たちにね、まず話を聞こうという気持ちにすらならないんですよね。話を聞こうという気持ちにすらならないんですよ。はい、で、なんだろう、そのヘイトスピーチはダメですよとかね。はい、人種を差別してはいけませんよとかね。リベラルの思想ってね、すごいこう大事なことを主張してたはずなんですよ、昔は。はい、差別は良くないですよとかね、生まれや出身や要するに門地や家柄によって差別をしてはいけないですよね、だからそういう社会をするためにこういうふうな活動をしていきましょうとか、行政の機関で実際に差別を受けている場合があるので、それを直すために法案を変えようとか、条例を変えなあかんねとかね。実際に困っている要するにところ、労働者が本当に虐げられているところを、労働組合を作って、で、労使と共同して、労使と協調してやっていこうとか、そういうリベラルの人たちってね、昔はね、いたんですよ。今の人らって何もしないじゃないですか。何もしないでしょ。なんか頑張ってること逆に聞きたいんですけど、あんの？社会を良くするために声を上げてますとかわけわからんこと言うんやけど、声上げる前にだから何の行動した？そのずっと思うんですよ。言うだけで何もせえへん。ブラック企業が増えてます、ブラック企業が増えてますっていうのを報告すん。いや、ブラック企業が増えてんのか分かる。そんなん公文書見たら分かる。公文書見たら要するに犯罪発生件数じゃないですけど、ブラック企業は増えたなとか、減ったなとかに分かるん。だから摘発をするために要するに一緒になって努力しましたとか、その労働組合の組織率を引き上げて、こういうふうな、違法残業問題がありましたと。で、そういう時はもうこっちに言ってくださいとか、いろいろやり方ってあると思うんですよ。まだまだ要するに世の中にいっぱい要するにその、なんていうんですか、不正で苦しんでる人たちってあるんですけど、何の活動したんですか。何の活動したんですか。しかも情報なんか正確じゃないし、バイデンは素晴らしいとか言うんですけど、バイデンの素晴らしいところってちなみにどこですか。私はバイデンを倒しに行きますとバイデンさんが言ったことですか。もう一回言いましょう。バイデンさんは、バイデンさんは、バイデンさんを倒しに行きますよって言ったところが、バイデンさんの素晴らしいところなんですか？すごいですね。トランプ応援団だったんですね、バイデンさんってね。はい。あとは何ですか、こう、テレビの目の前にもあるにもかかわらず、セクハラ行為しまくる上に、子供の女の子とか、ベタベタ触りまくって、髪の匂い嗅ぎまくるとか、そういうところですか？そういうところが共感できるから、リベラルになってるんですか？じゃあ、朝日新聞ですか？じゃあ、はい。朝日新聞ですか？朝日新聞読んだことあんのって思うんですけど、リベラルの人たちって。すごい気になって仕方ないんですけど、リベラルの人たち、朝日新聞読んだことあるって言って、日本は戦争を煽ったってお前やってね。はい。日本は戦争を煽った大変だ。朝日新聞の社説とか全部見てみろやって言って。日露戦争、日清戦争、太平洋戦争。もう終わったら何ですか、こういう奴らがこういうことしたって、出まかせ言って処刑されたりとか、そういうこともある。朝日とか毎日とか。いうことでしょ。で、なんかあったなっていうふうに思ったとしたら、なんか知らんけど中国のコストボロクソに書くみたいな感じだしね。はい。で、これ皆さん勘違いしないでほしいですけど、朝日新聞って結構韓国のことボロクソに書いてましたね。どっちかっていうと北朝鮮を正当な国と見なしてて、韓国を昔は正当じゃない国みたいな感じで見た。で、共産党も一緒ですよ。日本共産党も韓国のことまともな国と見なしてなかった時期とかちゃんとありますか。はい。
で、その主張のリベラルを僕はそのどこを賛同すればいいんですか？何一つ賛同できるところが私ないんですけど、はい、言うてくれればいいですよ。全部全部言うてくれるんやったら俺も一貫してんなとか思うんですよ。はい、なんか例えば朝鮮半島の差別が良くないですよねとかいうふうに、朝鮮半島差別が良くないですよねって言ったら、中国のウイグル問題とかチベット問題とか言わなきゃいけないじゃないですか。でもチベットのウイグル、チベットの問題とかウイグル問題は言わないけど、ね、内モンゴルのことは言わないけど、そのアメリカの BLM 運動は言いますって、どういうスタンスなんですかっていうどういうスタンスなのかなっていうのが正直わからないですね。はい、わからないですね。はい、単純になんかそのリベラルっていうか主義主張じゃなくて、僕はあれ変な宗教かなんかって言ってるんで、はい、なと思ってるんで、なんか脳みそを要するに使わない人たちなんだなっていうぐらいの感覚なんで、まあ一緒にしないでくれるかなっていう話ですね。はい、で、はっきり言います。話し合って何かをこう解決しようとさえ思いません。はっきり言いますけど、はい、リベラルの人たちと、話し合って何かをしようとは思いません。安倍がってね、もう安倍総理も辞めてるんちゃうかなみたいな感じですね。安倍辞めろってもう辞めたよみたいなね。始まる前から菅辞めろってまだ始まってねえよみたいな。いう感じなんですよ。はい、正直。はい。で、今のリベラル、特に今のリベラルに関しては、僕はっきり言いますが、今のリベラルと村山富市さんを比べるとですね、まあ今のリベラルと上田哲さんっていうのを言う、上田哲先生とかね、村山元総理大臣とかね、いらっしゃるんですけどね。まともやったなと思う。まともやったな、村山富市先生。へえって、俺、阪神・淡路大震災経験してるんで、もう、村山富市なんて名前は聞きたくすらないんですよ。村山富市さんの名前はもう聞きたくすらないっていうぐらい嫌いなんですけど、今のリベラルとさすがに比べると、まともだったなと思えてしまう自分がいるぐらいですよね。はい。なんで、まあ、正直言わせてもらうと、今のリベラルと同じしないでって。で、まあ、ネトウヨの定義とかいろいろあるんですけど、ね、逆に聞きたいんですけど、あの定義で、ネトウヨじゃない人逆に探してってことですよね。はい。なかなか難しいと思うんですけどね。はい。今のこの、要するに、武漢ウイルス、失礼しました。中国から発生した、新型コロナウイルスとか、これでやってように、マスク送って、防護服送って、金まで送ってですよ。で、軍艦並べて来られるっていう中国が好きですって、よっぽどなんか、あれなんかなっていう、ド M なんかなとか思ってますけどね。はい。いう感じになります。ということです。はい。ということでですね。はい。いや、非常に嬉しかったです。ありがとう。ありがとう。もっと言ってくれ。もっと言ってもらって。ネトウヨってね。ネトウヨ塾長とかね。ネトウヨ松井塾長とかね。はい。言ってもらえればいいですね。はい。で、何回も言いますか、僕に対する誹謗中傷で、なんか僕が裁判するとか、訴えるとか、吊るし上げるとか、そういうことは一切しません。はっきり言っておきます。はい。しません。面白いんでね。はい。面白いんで。皆さんご自由に、使ってください。はい。そうですね。極端な話、僕と全く考え方が違うっていう人が仮にいらっしゃったとして、で、僕のことボロクソに言って、ストレスが解消されましたと。ストレスが解消されましたと。で、ストレスが解消されたことによって、犯罪行為に、しないんであったら、犯罪行為というか、まあ、要するに刑務所に入ってしまうとか、明日会社行けないっていう状態になるんだったら、もうどんどん変えてもらって結構です。はい。何言われても気にしません。はい。ネトウヨぐらいのね、こんな優しいもんじゃなかったんで、昔。はい。そんなね、優しいね、誹謗中傷じゃなかったんで、はい。魔王とか大魔王とかね、はい。はい。ということで、はい。影の独裁者とかわけのわかんないことを、もう散々言われたんで、大学の頃ね、はい。でもまあ生きてるんで、はい。まあ、よっぽどメンタル強いのかなとか思いますけど、でも全然気にしないので、ぜひぜひ書いてもらえれば結構ですということです。ただまあ一つだけ言っておきます。まあ皆さんが別に今日私のこと極左とか言ったり、左翼っていうのは自由にどうぞって、はい。言いたかったら勝手に言っといてくださいということです。はい。ただ私の個人的な気持ちとしては、リベラルの仲間にしないでっていう話ですね。はい。いやね、されたくないっすね、正直。リベラルの中で、そうですね、今の、リベラルの中で、まあ唯一僕聞くかなっていうのは、まあちゃんと話されてるかなって思ったのは、古谷さんぐらいですかね。古谷、あれなんていうんだろう、常平さんかなんかあるんですね。はい。古谷さんって皆さん知ってます？髪の毛がもずくの腐ったような感じになってるやつっていう。
ああ、ちょっとあの誹謗中傷になっちゃう。髪の毛があのなんかあの海藻でこうな、海藻って海の海藻みたいになってる髪型の人。いや、これも誹謗中傷になっちゃうな。トグロ兄、うん、よし、これなら言える。いや、そう、トグロ兄みたいな人いるんですよ、古谷さんっていう。はい、理由ですけど、そのトグロ兄の言ってることがたとえ正しかったとしてもですね、いや、一緒はしないでほしいなっていうふうに思うのが、普通の人間だと思うんですよね。だからそれと一緒。これちょっと兄貴、これは褒めてんのかいうことになりますけどね。はい。ということになります。よろしいでしょうか。はい。ということですね。はい。で、これ皆さんわかりますね。今日のツッコミどころ。今日のツッコミどころわかりますね。違うよ。いじめになったらあかんよ。わかるね。俺わざわざこういうふうな表現してるってことはもう皆さんわかるよね。どういうアンチコメントをすればいいかってわかるよね。そういう風な言い方は良くないんじゃないんですか？教育者としてって言うのが正しいんやよ。わかるね？大丈夫ね？フリーやよ？フリーパス出してよっていうことですね。はい。ということでよろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。なんでもかんでも賛美するのはやめてください。はい。